ともハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日やっていくのはこちら、マジックザガザリング絶版基本セット5種類開封やっていきます。今回はスーパースペシャルアルティメイト豪華会、なんと絶版パックを5種類も開封しちゃいます。こちらに用意しましたのは基本セット2011、12、13、14、15というね、この5年間にわたるね基本セット、1年に1回出たものを一挙開封ということでね、5年間の基本セットの歴史がねまとめて垣間見れちゃいますっていうね。熱いでしょ、熱いですよね、僕も興奮してます。それでは行ってみましょう、レッツ開封。はい、こちらね5パック勢揃いでね、さっき裏見てて気づいたんですよ、これ結構面白くて、日本における販売代理店、こちらがねもともとタカラトミーさんだったんですよね。基本セット2011の時そうで、この次基本セット2012でもタカラトミーさんだったんですよね。でも2013から違います。でよく見るとね、ここに製造日本総販売元ウィザーズオブザコーストって書いてあって、基本セット12と基本セット13、2013の間に代理店を挟む挟まないが変わりました。でね、他にもあるんですよ、変わった点が。なんとなんと見てください、ここベルギーで作って日本に送ってタカラトミーさんが販売元になって流通するっていう感じだったんですよね。でここも、ベルギー製、2012年もベルギー製で、でその後ですね、なんとこの米国製になりました。2013年は米国製になってます、日本語パックが。この2014も米国製なんですよね。なんとなんと2015からは日本製ということでね、日本の工場に変わったんですよね。これによって何が良くなかったかっていうと、新しいパックが枯れなくなりましたね。これはもうカードショップにとってもハッピーだしね、マジックを楽しむ皆さんにとって何より嬉しいことですよね、これはね。で、この基本セット2015って新進枠に変わったのかな、確か偽造防止のホログラムとか出たのってこの時だっけ。その時ですね、はい、そんな感じ。あとはね、こうこの5年の中で基本セット2011とか2012は稲妻が入ってるけど、ここでショックに変わってたりとかね、まあね、開けたら切りないぐらいいろいろあるんですけど、今日はね5種類開封ということでね、テンポを意識して楽しく開封していきます。さあ行こう。さあ香りも5種類楽しめるってことだな、これベルギー産、アメリカ産、日本産、この3種類の香りを嗅ぐことができるっていう、すげえな。どうだろうか、この2011ベルギー産、うん、まあなんか普通ですね、熟成が足りてないって感じですね。はい、クリーム、おーい、やった、マナリークいきなり強、2マナでね、インスタント3マナ払わないと打ち消すよっていう、もうね歴史に残る強いコモです。対抗呪文よりも書いてあること弱いけど、マナコストも軽いから結構疲れました。はい、で3マナ3に、このねアンバランスさが基本セットですよね。極端に強かったり極端に弱かったりするんですよね。まあ基本セットっていうか昔の基本セットって感じ。2011年になってもまだこの傾向あったんですね。垂直落下飛行対策、お、辰吉、辰吉、いったの辰吉、4マナ3に速攻が出てリミテッドで使われてた時にね、ボクシング選手の辰吉さんが当時すごい超有名だったからかなんかね、このグローブみたいなのつけてるし、速攻で殴りかかる様がなんかみんな辰吉辰吉って呼んでたんですけど、こいつ、はい、言ってたらね、出てきたのは戦隊の鷹も超強力、1対4交換ができちゃう、場に出た時山札から同じカードをね最大3枚まで手札に加えれるっていう、超強いっすよこれ。強力すぎるスタンダードデッキで歴史に名を残したカウブレードに入ってましたね。そのカウの部分がこいつです、タカです。波紋、破滅の刃、強い、2マナで黒でないクリーチャー破壊、インスタントですね。いや強いよこれは、めちゃめちゃ使った。いや、たった2マナで強いコモがね3種類も出ちゃいましたね。もうすげえ楽しめてるすでに。はい、ささやき絹の街灯、おお、魔性の強者いいね、ディアボリックチューター、4マナで山札から好きなカードを探して手段を加えれる、悪魔の教授者の2倍重いんですけど、それでも結構使いましたね。はい、水晶球、いやいい、これねリミテッドめちゃめちゃ強かった。3マナアデプトで1タップで戦術2を行うっていうシンプルなカードなんだけど、毎ターン戦術2できたらさ、ドローさ、いいカードばっかり、有効なカードばっかりでめちゃめちゃ強かった。そして、え、何これ、シンプルテキスト短い、これレアカードだよね。レアカードがテキスト短いってことはイコールハッピー、おー、正常の目が来た。2マナで自分がコントロールする白のクリーチャープラス1プラス1の修正を受ける。
これね、人種差別問題のね、飛び火で最近禁止になっちゃったあの十字軍よりも強力なカードですね。こっち禁止にならなくてよかったもん。鳥、三三、珍しい、ちょっと珍しい、森、うん、悪くない。さあ、お次は基本セット2012、はい、いきます。あれ、こっちの方がいいな、なんだろう、こっちの方が若いはずなのに。さあ、ドドン。あー、いいですね、ちゃんと古文から出てくれるとありがたい。3マナ3、1、狂気1、狂気ありましたね。対戦相手のダメージ与えてあるとボーナス。ヘルハウンド、肉体のねじ切り、マイナス修正、闇の行為。おーい、ラノワールのエルフ。そう、基本セット2012ではまだラノワールエルフだったんですよね。1マナ1、1でタップすると緑マナ出せるっていうめっちゃ強力な最初のマジックザグザネからいるラノワールのエルフのかっちょいいイラストね。これなんかめちゃめちゃかっこよくなりましたね。昔のラノワールのエルフを知ってる人が結構いると思うんだけど、このイラスト初めて見た方も多いんじゃないかな。で、この後ね、開封する基本セット2015とかだと確かエルフの神秘化って言ってね、同じ効果なんだけど違う名前のカードになってます。だからこれらをね、4枚ずつ入れてこうモダンとかでね、エルフデッキって強かったり、あとついでに言っとくとね、昔ピントフォンエルフっていうね、もう一種類このラノワールのエルフと同じ効果のやつがいました。の天使の慈悲、白力戦もプロキシーにはバッチリみたいな。幻影の熊、いいっすね。すごいなんか襲いかかってる感じ。1マナ22、自分は何か対象のたる幻影強くはない。氷の牢獄、お、2パック連続氷の牢獄引いちゃった。青のね、ちょっと相手のクリーチャー封じる系のカードですね。力強い跳躍、これも何回も似たようなカードが出てますね。お、なんだっけこれ、才能のせた時は4マナで、クリーチャーが土地につけてタップ状態だったら破壊する、あんまり強くないですね。ゴブリンの爆発投げ、コイン投げのアンコモン、展開の粛清、よし、すごくいいサイドボードカードです。黒か赤のパーマネント追放。さあ、帝国の王爵、なんか一癖ありそうなイラストだけど、これなんだっけな。あ、帝国の王冠と帝国の玉座をコントロールしてるとタップすると3点当たる3マナアタックと、タップすると普通はプレイヤー1人に1点だけっていうね。帝国の王冠、帝国の玉座両方コントロールしてないとダメなんだ、結構大変ですね。さあ、レアカード、なんだ、01、緑で01、よくない、極楽鳥、極楽鳥、え、基本セット2012に極楽鳥いたんだっけな、いた、極楽鳥いた、え、いたんだ極楽鳥。あれ、これラブニカのギルドで出たバージョンの極楽鳥のイラストで、それが再録されてたんですね。極楽鳥引きました、やったー、嬉しい。1マナ01で好きなマナ出す極楽鳥、しかもラノワールのエルフよく一緒に使われたこのね、ゴールデンコンビ的なね、マナクリーチャーの、こいつら両方引けちゃったよ、嬉しい。その後はトークン島が出て、はい、ということで次行ってみます。基本セット2013です。あ、ここから米国産ですよ、米国産、アメリカ産なんで、こう香り嗅ぎます。なんか米国産の方が匂いがはっきりしてるんですよね、はっきりしてる。さあ、ドドン。さあ、今回も古文からでしょ。おお、否認、いいね。2マナでクリーチャー以外打ち消し、めちゃめちゃ使われました。火をつける怒り、もうね、1マナで稲妻が出る可能性があるパックは終わっちゃったんですよね。稲妻引きたかったな。強力化、チャンドラの憤怒、牽引、作品化、本質の吸収。基本セットね、11は本当に強かったですよね。11と比べるとなんかどれも弱く感じちゃうな、今のとこ、まあ、タカとマナリークとね、ドゥームブレード、破滅の刃引きすぎだけど、なんか強い子も出ないっすよね、大蛇の悪いもの。なんか全然強って感じのやつがないんですよね。カロニアの指は、ノームの層、ウルザサガから再録、いいですね。誠意の塔、これも強い、手札の上限がなくなる面白い土地。そしてレアカード、さあ来い。めちゃめちゃなんかイラストかっこいいな、これ。結構俺たちが好きなマジック・ザ・ギャザリング感もありつつ、でも最新のこうデジタルアートみたいな感じもありつつ、すごくいいな、なんか懲りてないんだけどかっこいいみたいな。まあそれでも昔のね、デレローとかと比べたらめっちゃ、デレローがヤバすぎだろ、デレローがもう世間に対して挑戦しすぎなイラストな気もするんだけどな。はい、この魔性の典型は 5X で、最低ゴムの中 5X で自分の山札からカードを X 枚まで探し手札に加えて山札切り直すと、すごいな、10マナで打ったら好きなカード5枚探しできるんだ、山札から。これ意外と高いんじゃないの、統率者需要とかで。魔性の典型、50円です、安い
結構なポテンシャルを秘めてる感じでしたけど、さすがに重すぎるか。あ、ターランドだ、懐かしい。航海士ターランド、強かったこいつは。さあ、基本セット2014、折り返し超えました。これも米国産のパック、当然買いでいく。米国派かも。ただその日本語版パックの米国時代っていうのがあんまりないから、つまりは英語版パックを買えばいいのか。さあ行ってみましょう。垂直落下、これ基本セットどころがね、もう本当にいろんなところに再録されてますからね。お、予言いいっすね。サンマナツードロー、陽光美の鷹、強い1マナ1飛行、いろいろね、オーラとかつけて悪さできる。今1マナ1飛行でハンコンってやつもいますけどね、鷹で、西軍突撃、飛行つけるやつ、1マナマイナス3、さっきも出たな。マダラのイノシ、分散、バウンスですね。放出か、なんだこいつ。5マナ33で土地が1枚出るたびに、あ、遠く見出せる。ここにしてはなかなか。基本破棄、ミノタウルス、すごいな。この2014年になってまでまだ4マナ33いるんだ。丘巨人っていうね、最初からいるやつがいるんですけど、まだいるんですね。4マナ33バニラ、石臼いいね。2マナアーティオクトで2タップで山札を2枚削るっていうね、あのスタンダード環境のトップに躍り出たことがあるカードです。おお、放逐する僧侶、これはいいカード。人間なんですよ、人間。3マナ22で場に出た時に対戦相手クリーチャー追放するっていうね、こいつが場にいる間追放するっていう除去付きクリーチャーで、めちゃめちゃ強力です。まあやられなければなんだけど、ちょっとここでやられたりしちゃうんだけど、まあ、うまく守りながら使うとかなり強い。魔性の表示者でレアカード、次レアカード、さあいいの引けよ1枚ぐらい。あいやー、神話レアでもない。清掃の守護者、7マナ77防衛も見るからよ。そうクリーチャー一体があなたかあなたがコントロールするプレイゾーンから攻撃した時にこいつが防衛を持っていた場合、こいつが防衛をしないトランプを得ると。ヘッジスリバートークン、はいラスト、基本セット2015、日本の工場になってからのやつですね。さあ嗅いでいく。これがメイドインジャパンの香りか。ビーストトークン、あれ順番変わった、前になっちゃった、トークンが前になっちゃった。ってことはそっちも前になっちゃった。あ、ここで入れ替わったのか、ここで封入順変わったんだ。ってことはレアが前出ちゃうのかな。最初レアとか出ちゃうから、基本土地レアアンコみたいな、これちょっとかわしとこう。ホイールあった場合にもう一枚か。この辺から見たらコモンでしょう。はい、8世紀の召使い、今何一で強いよ、こっち強い強い強い。生贄下げると、マナプールに無色2を加えて、それでね、クリーチャー出せて、その2マナを使ってね、クリーチャー出したならそれが速攻得るっていうね、かなり強力なカードです。その割にはあまり使わなかった気がするけど。そして否認、溶岩脳の気化怪獣ですね。夜の子、侵入する生物種、3マナ33、場に出たら自分のコントロールするカンパーメントを1つオーナー手札に戻す。弱いけど時にはメリットになる。エルフの幻想化も出したりね、場に出た時になんか美味しいやつ戻せばハッピー。国境地帯の貴族、2マナ1に殴るとパワープラス2、結構強い。真面目な捧げ物、一茶に回復ついてる。天空の味差し、さあ行きましょう。じゃあ裏から行くか。コモンでしょまだ多分ね。暴君の機械、4マナタップでクリーチャー一体対象としてそれをタップする。さあ暗黒かなこれ多分。ドン、永遠の荒野のモンハン、なんだこいつ。4マナ22で、あ、緑のクリーチャーロードか。緑のクリーチャー全部自分のプラス1プラス1で、こいつ以外ね、他のやつね。で緑タップで他の緑のクリーチャー対象にしてトランプラー与えると。微妙。ドドン、おー、ウンサン無償、これね、ミラージュブロックの中のセットに入ってて、すごい昔使われてたな、打ち消し呪文で。3マナで呪文1つ対象して打ち消すんだけど、追放するっていうね。まあ、これによって再利用系の呪文とかね、あとは墓地からこうクリーチャーをね、再び釣られたりとか、そういうのを買わせる。現代の3マナ、打ち消し呪文は3マナが基本になってる現代の中では、結構この追放はいいメリット能力です。さあ、いいの来い。炎の大魔術師の杖、サマナーということで赤の字も取られると1点回復と。あ、場に出してもいいですね、赤のやつで。これがさっき土地だったと。何が当たりなの2015って。アーボーグ2200円ぐらいだった。そうです、でホログラムがついてると、じわじわ見る感じで。とりあえず出ました、ホログラム出ました。土地じゃないっすね、青い。はい、ということで変身術師のタームレ、3マナインスタントでプレイヤー1人を対象として、そのプレイヤーの各クリーチャー、タムシロジマで全部の能力失って1日のカエルになるっていうね、結構強いカードじゃないですかこれ。これとオール1点の呪文とかクリーチャー能力とかを組み合わせれば相手のクリーチャーだけ全滅させることができるっていうね、
ちょっと何個か聞いてみようかな。変身術師のタブレ50円です。チャンネル登録グッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。